はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、ここから新年撮影分になります。前回もね、年末の風邪引きの戦いやりましたが、新年早々また風邪引いております。長いです、ほんと治んない。えいえい、何するんだったんだっけ。あ、犬だ、犬、この子だ。この子からスタートとなりますね。マグロンさん、新しい種集めどうしましょうか。もうこいつが喋ってんじゃないよね。どうやって3種類の種を探せばいいか。去年のこと忘れちゃったな。何するんだったんだっけかな。そうか、副総督様のお願い2だっけか。かつて島にいたモンゾーラ犬は鼻が利くことで有名だったそうです。犬がいれば種を探せそうなんですけど。めっちゃ泣いてる。てばわ、このワンちゃんいつの間に、なんて都合のいい。うー、ワンワンワン。これは呪われて犬になってるのかそうでないのかがちょっとわからないですけれども。ん、向こうに何かあるのか。このワンちゃんまさか大樹の使い的な子なんじゃ。種の場所を教えてくれるんですよ、多分。そううまい話があるとは思えないが、どうする？このワンコについていくか。指導がワンコって言った。わー、していくのか、行くのか、もう行くのか、ちょっと心の準備が。しょうがねえな、本当に。ほら、指導も行くぞ。まあ結構遠かったら、じゃあちょっとカットでこういうこともしちゃうし。どこ行くの。あ、なんかこないだあれだ、俺、あ、こう違うなって言った場所だ。こっち違うな、まだ行くのやめようって言った場所だ。あ、もういよいよここなんですね。ほら、このようにね、やっぱりあの先行っちゃいけない場所があったんですよ、やっぱり。ほう、ここは来たことなかった場所だな。見てみろ、マグロン。行ったよ、二人で。ここ間違えた場所だよ。どうやら湿地帯ってやつみたいだな。ここなら新しい素材もありそうだ。いろいろ調べてみようぜ。なんだ。ん？かわいそう。あそこに薄汚いネズミがいるぞ。この湿地帯のこと、吐かせようぜ。よし、じゃあちょっと一発。なんで中人間ニコニコ顔でフラフラとして。世に言うピクニックってやつでちゅか。ここはモンゾーラ大湿地でちゅ。湿地で迷子になってもいいように後ろの導きの玉に触れておくでちゅ。この地のオオネズミやリリパットは人間に害は与えないでちゅ。道に迷ったら声をかけるといいでちゅよ。なるほど、まずこれね。はい、起動。はい、じゃあというわけで追いはぎしている間はね、ちょっとお見苦しい点が多々ありますので、じゃあ一旦ここでカット。はい、この形を覚えておいてくださいね。はい、というわけで、あ、なんか見たことないのいっぱいあるね。じゃあ取ろう。これはなんだ、まず草糸。あ、なんか草糸ってね、確かにいっぱい欲しいって言ってた。だからちょっと草糸もいただこう。あれ、そういえば犬どこ行った。そうだね、ここら辺もちょっと必要なんで、ちょっと指導も手伝い。何になるんだったか分かんないけど、なんかね、結構必要だったからね。あ、なんかいるよ。新しい敵発見。おー、かっこいい。え、これも草糸を手に入るだけなの。無理する必要ないか。じゃ、このちっちゃこい海牛いて、
ちっちゃくないな、これ。ただこれもう完全に汚くて見えない。見て、見て、倒した。ただ何、昆布しかくんねえの。なんだそれは、別にいらねえな。あ、茨があるじゃん。あ、壊せた、よかった。あ、これでちょっと強くなるな、武器が。で、すごいよね、すっかり犬を置いてくるっていうね、さすがですよね。で、すっかり犬を置いてきたんですが、ちょっとね、イバラをね、手に入れたんで、イバラを先にちょっと優先するため戻ってきちゃいました。確かね、なんか装備できたよね。ほら、あった。イバラの剣。あ、2つでよかったんだ。よし、じゃあまずこれでしょう。で、もう1つは、指導にトゲコンボ。うん、これで完璧だね。あとなんかね、他にもね、草糸っていうのがね、あるんだよね。草糸って何で作るんだっけ？これか。のれんの扉。あとなんかあったっけ？これか。ここら辺が、壁掛け家具が、臭いと使うんですね。よし、じゃあまず武器をね、ちょっくら装備させていただいて、そしてもう一回犬のところ行こう。あれ、指導どこ行った？この野郎。よし、ちょっと寄り道しちゃったんで、もう一回ワープしていきましょう。ここだね。よし、指導にもちゃんと装備はさせたので、これで少しは落ち着く。あ、はずなんだけど、犬コロどこ行った？そういえば、あ、いた。町の人にも作ってあげたいから、まだ持って帰るか。待て待て、どこ連れてくの。ワンワン、女の子がいると。なんか怯えてるよ。あー、あなたたちどなたですの。あ、この子、ん？どっちが喋ってるの？妹か、これは。昔、私が餌をあげたワンちゃんね。助けを呼んでくれたんだわ。ち、やっぱり種じゃなかったか。だがまさか、汚ねえ女二人とは。言い方。何よ、あなた、失礼しちゃうわ。可憐なレディーに向かって。何、ピノコちゃん？
これでもエリーなのよ、あっちょんぶりけと。あ、顔見たかったな。私と妹は教団の方々にここで反省するように言われて、もう何日もこの穴にこもっているんです。それもこれもお腹が空いてたまらなくなって、とうとうお料理というものづくりに手を染めたからですわ。それであなたたちは何してる人たちなの？あーすごいびっくり。どう、お姉ちゃん美人だった。へえ、あなたビルダーなんだ。お友達と農園を作ってるのね。そう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 、そんな教団の教えに背くようなことを。キャーキャーあははは、マーグロン、こいつらも教団の信者みたいだな。農園に連れてってビルダーにしてやろうぜ。まあそれ面白そうね。私リズ、こっちは姉のソフィーよ。私たちに農園っていうのを見せて。そうそう、もし農園ってところが遠いなら地図からワープしてひとっ飛びで行きましょう。ワープで村へ帰ろう。ソフィーがついてくるようになった。リズがついてくるようになった。なるほど。あら、結構深刻な状況だった、もしかして。あ、でも水はあるんだ。血なんかあるのかと思ったら、これ持って帰れねえかな。あ、持って帰れた。もし牢屋作ろう。ああ、これも持って帰れんじゃん。教団の壁掛け。よし、牢屋作ろう。ウヒヒ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 。ちょっとでもヒゲがうるさかったらヒゲを閉じ込めるためのそういうところ作ってやろうかな。ほら登り。ん？あ、カニハ、う、なんかち、う、どう、なんだっけ、窓ハンド。俺はこれはいらっしゃい。指導出番だ。やってやってくれ。なんだこれ。草原の元。うわ、なんかすごいの手に出た。いけ。おし、今日はカニ鍋だ。カニ鍋だ。うわー、カニの爪、マジか。俺はいいもん。うわ、なんか骸骨もいる。それじゃあひとっ飛びと。キャー、よかったー。ほう、よかったですね。かわいい。どっちに話す？あら、渡したら気がついたらこんなところに連行されて腕まで突き上げて。ここがマグロンの農園なんだ。みんなでここを作ったなんて私じんときちゃった。マーリズ、何を言ってるの。ダメよ、ビルダーなんかに騙されては。私決めたわ。教団なんか抜けてビルダーになる。ここでモリモリ食べ物を作るのよ。マグロン、これあげる。甘い匂いがするから拾っておいたの。お近づきの印に。キビの種。サトウキビですか。ソフィーとリズが仲間に加わった。後ろでブルブル震えてるけど。あ、妹の方がしっかりしてんのね。わ、分かったわ、って言ってる。私この農園に来てからお腹が空いて何か作りたくって仕方ないのですわ。まあ、まあどうぞよろしく。じゃあお近づきの印にパンなんかどう？どう？あ、でも犬がまだ俺についてくるんだ。あ、飯なくなってる。お料理がしたいわ。
と一応チャコがなんか開こうとしているからちょっと。マグロンさんが持ってるそれひょっとして新しい種じゃないですか。そんなしれっと持ってさっきもらったの。これもワンちゃんについていってあげたからですね。新しい仲間も見つかりましたし、そのキビの種リズさんが持っていたということは湿地帯でならもっと見つかるかもしれません。ワン、よし、それじゃあこのままこのワンちゃんに協力してもらって、で、あれどこ行った？ワンちゃん？眠くなっちゃった？あの気ままぶり、簡単に言うことを聞いてくれなさそうですね。一体どうすれば？マギールさん、わざわざここまで申し訳ない。動物を懐かせるには頭を撫でてやるのが一番だろう。人間に抱く警戒心を破壊するのだ。いい言い方。警戒心を解いてくださいよ。破壊するんですね。近づくときは走らぬこと、後ろからこっそり近づき撫でること、それが動物を懐かせるコツだだそうです。マグロンさん、シドウさん、うまく頭を撫でてあのワンちゃんを仲間にしてください。こんな感じ。そう、これぐらい。今どこにいんだ。いた。ただめっちゃこっち見てるけど。あー逃げられた。おお、どこまで行くの、どこまで行くの。落ちたよ。なんでいる。犬を手なずけた。これだけ一回逃げられちゃったけど、お、どうやらこの犬お前に懐いたみたいだな。こいつどことなくお前に似てるな。よし、早速名前をつけてやろうぜ。うん、そうだな。よし、お前の名前はアニマルゾンビだ。それかデスジャッカルだな。かっこいいじゃない。なんて言ったりして。名前を入力してください。考えてなかった。まあね、もしかしたら彼のおかげでアーセナルは復権を果たすかもしれない。それぐらいの素晴らしい選手を獲得してるんでね。やっぱり地獄の番犬となっていただきたい。ルカス・トレイラーの名前をこの犬につけようか。トレイラーがついてくるようになった。ち、なんだよ勝手に名前つけやがって。まあトレイラーってのも悪くないか。トレイラー、お前は今から俺たちの仲間だ。しっかりついてこいよな。よし、じゃあ俺が行けって言ったら相手の選手のかかとがなくなるぐらいまで削り倒していただいて、鬼のようなマークで、わあすごいですね。マグロさん、やったやった、やりました。ワンちゃんを仲間にしてくれたんですね。うん、トレヒラさんがいればこれからの種探しもはかどりますね。ついにモンゾーラ犬であるトレイラさんも仲間になりました。今こそ本格的に種を探す時です。そこでマグロンさん、私たちで種探し隊を結成しませんか。マグロンさんがリーダーで、トレイラさんが案内役、私とマギールさんが司令塔です。あ、なんか喜んでるよマギールさん。え、シドウさんが入ってないですって。うん、それじゃあシドウさんは切り込み隊長ということで。それじゃあ皆さん、畑作りはドルトンさんたちに任せて島に眠る種探しといきましょう。達成。さあ早速、キビの種を探しませんか。リズさんにもらった分じゃまだ少ないですし。キビの種は湿地帯の水の中に埋まっておろう。
モンゾーラ犬ならば見つけられるはずだ。犬が走り出したら後を追い、吠える場所の水の中の土を掘るのみだ。そうすれば求めるものが見つかるだろう。ただ、キビは特別な育て方のある作物だ。手に入れてもすぐに植えてはいかん。危な。それじゃ一体どうしたら。くくく、安心するがよい。キビの育て方はわしが教えてやろう。だが、キビを育てるためにある道具が欲しい。湿地帯にある高台の家に、メキラというわしの召使いがおる。そやつに話して、とある壺を取ってくるのだ。では、マグロンさん、湿地帯のキビの種を25個と、マギールさんの言う壺を取ってきてください。なるほど。それが今度のお願いと。なるほどね。よし、じゃあ今回はそこまで行きましょうか。よし、じゃあまずはキビの種をいっぱい持ってくりゃいいんだな。さて、あとは犬っころが教えてくれるのかな。その前にちょっと端っこは歩いて、なんか洞窟なりなんなりあるかどうかも確認しながら進むか。なんかいる。もうなんかいる。オイラの推しはリリパッドだっちゅ。見たことあるっちゅうか、あの綺麗な顔色。モンゾーラのマスコットはあしらオネズミでやす。チキュ、なんだお前、ネズミたちの楽しい井戸端会議を邪魔すんじゃねえよ。チュ、畑作りのために作物の種を探し中。お前面白そうなことしてんな。ネズコウども、この湿地帯のことやキビの種のこと何か知ってるなら今すぐ吐き上がれ。いやあ、来やがれた。あんちゃんやけに偉そうじゃねえか。おい、お前たち、このお偉いあんちゃんに身の程ってやつを教えてやろうぜ。チチュー、戦うの？1対3で十分だろ。はい、終わった。やったぜ。ザコどもが身の程を知ったのは貴様らだったな。ん？もう少し平和的になんとかできないのかだと？ふん、手加減はしてやった。心配しなくてもすぐに目を覚ますはずだ。多分な。ほらな、今度こそ種や畑作りのこと吐かせようぜ。怖かったでいちゅ。怒ってすまんでやす。すみませんでした、生意気な口聞いて。お連れさん強いんですね。さあ、聞きたいことがあるなら何なりとどうぞ。おお、あなた、キビの種を探してるんですね。キビの種はこの湿地帯の水辺の土の中に埋まってると思いやす。あ、それはじゃあ船頭さんの喋り方になっちゃった。お連れのお犬様と歩いてれば種を見つけて場所を教えてくれますよ。そうですね、差し当たり あそこのトンネルを抜けたあたりとか怪しい気がしますね。そうそう、せっかく湿地帯に来たんです。高台のお家を見学したり、珍しいリリパッドに会って行ったりするといい思い出になるかもしれません。その辺の情報は横にいる2匹のオネズミが知っています。なるほど、達成。この湿地帯の西でリリパッドを見たっちゅ。オイラが見たところそのリリパッドは何か悩みがあるみたいだったっちゅね。お探しのキビとは関係ないでちゅが、もし気になるなら湿地帯の西に行ってみるっちゅ。目的地ついちゃった。高台の家には行ったでやすか。あ、来た、メギラ。そこにはメギラって魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な壺を持ってるらしいでやす。もし興味があったらここから南の高台の上にいる家に行ってみるでやす。あ、こいつがそういう喋り方してたのか。合ってたのか。なるほど、いっぱいあるんですね。ここを越えたところ、お、なんか気づいたみたいで。どうした、トレイラー急に立ち止まりやがって。
何を言いたいのかさっぱりだが。よし、マグロン、トレーラーについてってみようぜ。あそこに入るの危ないよ。わあ、なんだ、そこに何かあるのか。あの光ってるところを掘ってみるか。わあ、出てきた、ヤッホー。種を見つけたんだな。よくやったぞ、マグロントレイラー。その種探してた、キビの種だよな。よかったじゃないか、見つかって。それにしても水の中に埋まってやがったが、なんでまたそんな妙なところに。25個いるのか。もっと湿地帯を歩き回ってみようぜ。そうすりゃワンコが見つけるかもな。指導、ワンコって言い方じゃない。うん、なんか歩いてたらこんなところがありましたね。宝箱も見つけてくれんだ、この子は。キャベツ、うん、ありがとう。よし、せっかくだからここら辺のこの木のね、原木ももらって帰りましょう。ここら辺はカットでーす。木の柵斜め、これでまた作り方違うんだ。フリーパッド発見。おうおう、人間、教団の信者にしちゃ生き生きした顔だな。誰なんだお前は。おお、お前ビルダーなのか。農園で新しい胎児を育ててる。キビの種について知りたいって。キビのことは知らねえが、ものづくりが得意なら一つ頼まれてくれ。俺はリリパッド族として腐った土を緑の草原にしようと地道に活動中なんだが、緑を作る草原のもとをハーゴン教団のマドハンドに奪われちまって、どうにもこうにもいかねえんだ。頼む、湿地帯にいるマドハンドから草原のもとを5個ほど取り戻し、俺のそばの腐った土を草原に変えてくれ。あ、そんな効果があったのこれ。いっぱい持ってるよ。そういう効果があるんだこれ。あ、本当だ。あ、場所間違えた。こういうことか。おお、草原の元とやらを負けたんだな。これで願いを叶えたはずだ。リリパッドに教えてやろうぜ。おお、腐った土を草原に変えてくれたんだな。いいなー、やっぱ草原はいいなー。草原のもとを地面に撒けば、その名の通りそこが緑の草原になるぜ。ついでに土もきれいにできんのさ。昔この島には大ミミズがうじゃうじゃいてな、草原をジャカスカ作ってたもんさ。草原のもとと何か素材があれば草原団子ってのが作れるらしい。そいつで草原がドカスカできるらしいぜ。そもそもこの島はリリパッドと大ネズミ、人間、そして大ミミズが仲良く暮らしてたんだ。でもってよ、そこに古のビルダーも一緒にいたらしいぜ。まあもっともお前みたいにのほほんとした顔じゃなく、りりしい顔のビルダーだったらしいかな。のほほん。この島は昔あった大樹が枯れて今のありさまになっちまった。なあビルダー、お前が島を冒険中にもし大ミミズに会ったらよろしく伝えてくれ。いつかまた大ミミズ族がこの島を緑でいっぱいにしてくれることをリリパッド族は夢見てるってな。お、なんかひらめいた。草原団子か。お、来た、草原団子。なるほど。じゃあここもあながち後から、あれ、これもしかして後からここに行けって言われるパターンだったかな。先にやっちゃったやつ。もしそうだとしたらごめんね、先にやっちゃったかもね。わ、でもなんかこっち結構広いよ。まだ先行っちゃっていいのかな。
まあ、何にもなかったらカットします。あ、いつの間に。お前のその嬉しそうな顔、目的の機微の種を25個集められたんだな。ところでこの湿地帯に来た目的は機微の種集めとメギラとかいうやつから壺をもらってくることだったはずだ。目的のものを全部集めたら一度村に戻ろうぜ。なるほど。ピピ、あれこいつらちょっと強い。よし、じゃあちょっとぐるっと回るか。ここら辺は何だろう。あ、なんか向こうと繋がってそう。繋がってそうってか繋がってるじゃん。うわー、また厄介だな。あれも回るか。何もなかったらカットね。ん、なんかあった。読む。迷惑の桃色の花は生命のきらめき。きらめきは岬より先の地に。なんかこないだもこんなのあったな。なんかだいぶ後の話かなこれ。じゃあ場所は分かんなくならないように火でも置いとくか。ね、なんかいる。看板に文字が綴られている。副総督マギール様の家はこの崖の上、御用の方は崖をお登りください。そういうことか。え、この上、あそこになんかいるんだけど、これ関係ないの。うわー、強いモンスターが現れた。ごめんね。こっち来ないでしょどうせ。どこなの、この上なの。めんどくさいな。ん、なんか違うとこから来てるね、だいぶ。ん、こっちから来るのが正解。いったー。わお、2連2ヒットコンボ。あ、これがあるのは助かる。今後はわざわざ登らなくて済むみたいだ。マギールさんのお家ってこんな豪華なんだ。あとで根こそぎ奪おう。お、哀れな子羊よ、今日も元気に破壊活動してますか。ん、確かに私がメギラですが、特別な壺を取りに来たですって。とその前にです、あなたたち匂う、匂います。私の鼻はごまかせませんよ。正直に言いなさい、あなたたち作物を密造していますね。はい、なんと正直な。教団の教えでものづくりが禁じられていること知らないのですか。まあいいでしょう、そういうことだな。あなたにはまず作った野菜を教団に納めてもらうことにします。野菜を納めれば褒美としてこのうちにある小汚い壺を差し上げましょう。さあ何はともあれ小麦を50個私に届けるのです。もし一度帰るんだったら導きの玉に触れておくんですよ。あ、足んなかった。あー、残念。戻るか。教団がものづくりを禁止してから食べるものも少なくなっちまってな。この島の連中はみんな腹すかしてんのさ。
ここはものづくりが禁止されている島です。副総督様に見つからないようお気をつけよう。なるほど。というわけでじゃあ次回小麦を50個納めに行きましょう。そこからスタートしたいと思います。うん、今回は結構いろいろ寄り道もしたからね。よし、じゃあ一旦ここで終わります。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし、マギールさんの家を捜索。